四つ葉です。ラザミです。パスタです。ということでね、今回は、はい、3人でオープニングということで、はい、珍しいですね、これ。だからもう僕らがね、3人でオープニングするということは、一つしかないんですよ。ミルクにドッキリです。おー、ドッキリの内容が、はい、ハニートラップになります。はい、ハニートラップですか、ね、はい。で、まあ、今回の企画の内容なんですけど、まあね、あの僕らこれ2日前に集まってます。ビビるぐらい段取りいいからこれこんなことないから、ね、めちゃくちゃ段取りしました。で、あのちゃんと場所もあの調査しに行って、はい、あのこの価格でいいかとかそういうのもね、あのしっかり調べて3人で、そうそうそう、もうね、入念に重ねて重ねて、まあ、YouTuber 当たるものね、はい、そうよ、もう物語には起承転結っていうのが必要なんで、そうそう、ちゃんとね、ささみくんがよくね、薬用をつけて、欲用ね、欲用石鹸みたいな言い方するのやめてもらっていい？そんなことはいいんですよ。そう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 、はい、ミルクがあの僕らに対して、もうお前らだけで企画考えてなんかドッキリ仕掛けてくれよ俺にみたいな話をよくしてるんですけど、してましたね。なるほど、そんな言う前からこれずっと考えてたんやな。1ヶ月以上前からね、これ考えてたから、はい、言うてる時もニヤニヤしてましたから僕らね。そうそうそう、で、まあ、企画の内容なんですけど、はい、僕らがね最近作ったアパレル、そうですね、あるんですけど、それを着たね女の子がね、はい、あの目の前に現れたら、まあ、ミルクがどういう反応するのかっていうのまでが、まあ、綺麗なねあらすじなんですけど、はい、実はそうじゃないんです。協力してくれる人がいるんですよ、はいはい、ケイピンちゃんっていうんですけど、そうですね、はいはいはい、見た目はねもう女の子です。うん、なんですけど、まあ、心がねあの女の子心も女の子なんか、なるほど、ということで、うん、男として生まれ て、まあ、心は女の子、そう、その LGBT っていうんですか、そうそうそう、あの今回心よく協力 ね、 そうね、お願いしたらあの引き受けてくれたんで、しかもねそのめっちゃバチバチインスタグラマーじゃないですか、うん、で、はい、めっちゃ可愛いんですよ。そう、めっちゃ可愛い、見た目めっちゃ可愛いんですよ。いや一瞬ね僕騙されましたから、ほんまに、えほんまと思って、そうそう、僕面と向かって会ったことないんですけど、はいはい、葉っぱ180ぐらいなんですよ。だからこんな感じよね、めちゃくちゃ可愛いし、スタイルもいいと。そうそう、こんなん絶対ね、あのモデルの女の子と、いやもう言われてる。ああ、確かに。そのケイピーちゃんが協力してくれて、はい、ミルクにね、まあハニートラップと言いますか、一番最後にね、やっぱりまあケイピーちゃん、男の子のまあおそらく生態をまだお持ちだと思うんで。なるほど。まあこんな感じで、おいミルクみたいな感じでやってもらうっていうのがオチなんで。なるほど。はい。バグで夜寝られへんと思ったら怖すぎて。ミルクには、洗車をしに行こうっていう企画をしてるんですよ。そうそうですね。洗車グッズを買いにちょっとドン・キホーテ行ってKPちゃんと鉢合わせると。そういうことです。なるほど。いう流れで行こうかなっていう感じで、ね、だからこの後は、はいはい、あのミルクがね盛大に頑張ってオープニングしてると思うんで、そうそうそう、皆さんあこいつ騙されとると思って見てください。はい、で僕は当日ドタキャンします。撮影に行けなくなりましたっていう体で、そういう感じでね、はい、あのミルクのオープニング始まると思うんで、はい、皆さんあの温かい目で見守ってあげてください。お願いします。ということで行きます。行きます。四つ葉ささみパスタ皆さん毎度ごきげんおはようございます。あー殴っていいかな舐めてる、舐めてる。オープニングを邪魔してくるっていうやつはねなかなか楽しい話、完全舐めてた今のは。はい、ということでですね、はい、今日の動画は洗車やってやろうかなと思ってまして、実際この車は紫色でピカピカ光ってるんですけど、はい、よくよく見るとめちゃめちゃ汚いと。前の動画見てもらったらスパシャンさんでいただいたライジンボックス、それでちょっと洗車していきたいかなと。おこれはノー案件です。で、まあただ洗車やるだけじゃ面白くないと思うんで、まあ、確かに、まあ、久しぶりにちょっとメンバードッキリ。おで、まあちょっと今日四つ葉くんは体調不良っす。季節風で、風邪ひいて常連っすね。はい、あの季節の変わり目弱い人間っすなんで今日はパスタ、はいはいはい、ちょっとまだ来てないんですけど、そうですね、はい、今日パスタに仕掛けてやろうかなと。おでパスタもね、まベルファイア並みにでかいんで、でかいっすよ。間違えたって言ってパスタごと洗ってやろうかなってドッキリですね、まあ簡単に言うとちょっとね、やっぱ今日も暑いし、はいはいはい、まあ、ちょうどいいんじゃないですか、風邪ひかない程度にね。確かに喜ぶっすね。多分喜ぶ、水浴びしたカバーみたいなでです、はいはいはい、ちょっと俺物申したいことあるっすね。あ、はいはいはい、ちょっと来てください、これ、はいはい、芝生よ。あ、これ言うてましたね、これ芝生よ、これこれね、ここら辺も見てもらっていいですけど、誰めちゃめちゃ傷つけると思うよね、これ。ちょっと業者の人とかに見てもらったら確実につけられてるねっていう。あ、つけられてんねよ。つけられてますね、はい。直接言いたいことあるんやって、も面と向かって言えよ。あとなんか傷がやらしいっすよね。なんかもっとマジックペンでなんかあの肉とか書いてくれたら、そうそうそう、まだおもろいんやけど。わかりにくいやん、わかりにくい。ツッコミどころも面白くないし、なんか線入れられてさ、陰湿なんよね。確かに、やりたいんやったら正面でね、あの面と向かってやってくれって話よ。面白くないよね、これは。そう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 、まあまあまあ、こういう
アホもいるんでね。いやほんまに、まあ見つけた際はあのボコボコですよ、ボコボコですよほんまに、肘でねボコボコにしていきたいと思いますということでですね、引き出し多いな早速なんですけど、まあパスタ待って、あ、そうですね、はい、洗車場向かいますか。あ、そうですね、内装も外装もピカピカにしてやろうかなっていう。おパスタもね、パスタもね、はい、間違えたから、間違えたらしゃあないですよね。間違えたしかたらごめんごめん、間違えたってそう、ごめんごめんって言うから、確かに確かに、多分どんな反応するから、もう怒るから、まあ、いいやろ、まあ怒る、いやどうなんかな、なんか最近のなんかテンションやったら間違えたんやったらしゃあないって言いそうね。悟開いてるよ一生そうであってほしい、立ってほしいまあそんな感じでね、はい、やっていきますか。はい、やっていきましょう。じゃあ洗車場向かいます。はい、ミルクということで、ケピちゃんです。はい、ケピちゃんです。お願いします。めちゃくちゃ綺麗ですね。びっくりしました、僕下ファミリーマートで回ってたんですけど、もう来た瞬間分かりましたね。あ、もうあの子やと思って。もうありがとう。いやいやいや、すごいですね。これはもう絶対ミルク騙されますよ。なんかケピちゃん、ちょっとあの自己紹介じゃないですけど、なんかどういう活動してるとかもしあれば。今は主に SNS でいろんな活動をしてて、はいはい、去年まではずっと K-POP とかダンスとかを通していろいろ活動してました。すごいですね、はい、じゃあ今はもう事務所とか所属してなくてですね。今は一応、はい、じゃあもうこの動画、ね、もし見てそういうお仕事されてる方はもうぜひあの今のうちにツバつけてみてくださいね、はい、ということでね、はい、はい、ちょっとシャキミルクさんを伸ばして、はい、あ、一応男の子なんでそうなんですよ。どうですかこの違いこんなことありますか、世の中ってね、あの理不尽ですよね、ほんまにということでね、ケピちゃんにはミルクの方をね伸ばしてもらって、で一番最後にあのオチの部分でね太い声多分出ると思うんで、はい、頑張ります頑張れよミルク、おいミルク頑張れよ、頑張れ結構低めで言ってますね今、はい、こんな感じでやってもらって、はい、待ちますかミルクくんの、はい、できます。ミルクさんですか。え、やばい。え、どうする。違いですよ。ずっと好きでした。アブリル来てくれてるんですか。はい、そういうことね。たまたまこの色やったんですけど、買ってますあのミルクさん。ありがとうございます。びっくりした。来てると思ってびっくりして。めっちゃたまたまです本当に。ありがとうございます。え、ゾゾさんから買ってくれたんですか。はい、ありがとうございます。下も買ってくれたんですか。あ、もちろん。写真撮りますか。ぜひ。お願いします。はい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 、いきますよ。はい、チーズ。でも、はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ちょうどダランサで身長差がカバーされてる。確かに。お姉さんのがでかい。そうなんですよ。あれだ、外はお姉さんのがでかい。やっと誕生日もおめでとうございます。めっちゃ見てくれてる。え、ネット見てますよ、ここヘビーですね。ヘビーですね。え、ほんまにあれドッキリじゃないですか。ドッキリやったらやばいな。すみません、ありがとうございます。応援してます。お願いします。アンチされてると思うけど頑張ります。あ、頑張ります。アンチちゃう。違う。ありがとうございます。ありがとうございます。ヤツマくんでーす。おい、だからさ、休んでた。だからさ、ヤツマくんでーす。おかしいやこれ。完璧にやられてるよ。自己紹介いいですか。はい。誰ですか。ケーピーちゃん。ケーピーちゃん。インスタグラマーのケーピーちゃんです。あ、そうなんですか。お願いします。え、知らないですか。知らないです。誰ですか。水曜日のダウンタウン知らんのと一緒っすよ。え、そんなレベルで有名なんですか。
それはそうですよ。どのつながりでどうなってるか俺まだ理解できてない。何してる何してる、どういうこと何してるんじゃないの。風で休んでた。風で休みました。予想です。そのくだりした？してない。そのくだりやりましたね。いや風で休むって言ったから、まあいつも通りやなと思って。いつも通り。いやないから。まあええか。ないから。で歩いてきたら、うん、俺らのアパレル着てる人がおったから、そんな偶然ある。あでもな、まあまあまあ、なんか嬉しいなと思って。ヘビーリストの頭たまったから嬉しいなと思って。何？どういうこと？最後なんて言われた？え？最後なんて？アンチされてるけど頑張れ。どう？嬉しかった？いや嬉しいよ。そらアパレル来てくれる。見てくれてるってるから嬉しいけど。しかも綺麗し？綺麗し。うんうん。じゃあ実は。ですよね。ですよね。ですよね。あがずがず。なんでそうなんで？じゃじゃじゃ。実は。男の子なんですよ。ちょっと待って待って待って、はいはい、俺さこいつがさでかいとか言い始めるからさ、うん、こいつ何失礼なこと言ってるからえでも綺麗です。いやでもな、これミルクのすごいところで、はいはい、そういうところにもこうすぐ瞬時にこう頭回して、うん、気使うみたいなところはもうこの人のね、あの特殊能力だと思います。確かに確かに慎重さでとか意味わからんこと言うからさ、さざみくんが言ったことは別に失礼とかじゃなくてね、はいはいはい、なくてその逆に配慮できるっていうのが、うんうんね、男の人として素晴らしいですよね。そうですね。まあでもね、まあでもね、気にしすぎっすよ。まあまあまあ。いやでもそれはあるけどね。いやでもどうですか、ケイジちゃん。めちゃくちゃ綺麗やろ。いやほんまに。いやほんまに。ごめんなさい、めっちゃ低い声全然出なかった。いやいいよ、全然低い声でアンチおるけど。そうそう。言おうとしてね、頑張るかなと思って。そう。頑張る。ちょっとね、あのプチドッキリみたいなのを見るのも仕掛けようかなと思って、もう俺らだけで。確実に引っかかってるよ。確かに。アパレル着てるから、こっちからしたらちょっと周り上がってるよ。しかも、言ったってください、この段取り。どれだけの期間を。そうよ。これ。あのちょっとさ、場所移動してるでしょ。ちょっと経緯話してもらっていいですか。だからもともとはね、あの伊佐さんが、はい、あの一緒にね、あのコラボというか、はいはいはい、撮影、まあ、してて、はい、でそこで伊佐さんからこうもしよかったらみたいな感じで連絡くれて、まあ、本当は僕ら俺ら3人で経緯者でも協力してもらって、まあ、ちょっとミルクにドッキリ仕掛けようぜみたいな話になって、うん、結構前々から段取りをして、一昨日もここのあのロケーションを見に来て、これマジいけるなる、ガチで、そうガチガチガチ、この日それやのになんか、おいドッキリしろやとか、なんかお前言うてね、俺にドッキリ仕掛けろよお前のね、やってるって、なんかでもほんまにあの前というか何年前かの話だそれは、もうなんか俺なんか来るのりやってお化けドッキリみたいなあったやん、あのやからに刺されたらっていうところで、俺やり返しするかなとか、そこからも始まるかなと思って。その掛け合いが、はいはい、けどなかなかしてけへんから、うん、もう終わったからこの場で。いやいやそんなことないよね。やられたのね。いや楽しかったよ。楽しかった。やってる側はめちゃくちゃ楽しいし、なんかこう文化祭前みたいな高揚感あったもんね。そうそうそう。そうそうそう。楽しかった。じゃあ勝ってないんですね。しかも俺の色ちゃうしこれ。あれ今夜から。そうそうそう。まあ四つ葉のファンやから。だからケイビちゃんはもう俺のファン。あそうです。すごいな。いやでもほんまにケイビちゃんありがとうございます。ありがとうございます。こんな一瞬のために来てくれてるんですか。そうめちゃめちゃよ。バリギャルを撮ってギャルが服着てるなんてめちゃめちゃ喜んだよ俺せやろ。いやでもいやそれがこういう結果ですよ。すごいな、うん、いやでも実際さ街中とか歩いててその俺らのアパレル着てる人と出会ったりしたらさ俺は絶対嬉しいよな。嬉しいよ。だからあれが素の感情や。そうそうだから素の感情やったよ。でも初めめっちゃドッキリって疑ってた。あれはだからそういうふりやった。いやちゃうちゃう、そもそもだって無音やし、うん、あのなんていうの、いきなりだそんな偶然ってなかなかな、うん、確かに、まあまあ、なんかちょっと俺も疑うしてやっぱ、まあ、一応 YouTuber の端くれやけど、はい、YouTuber やからさ、はい、からなんか怪しいなと思ってたけど、なんかそんな感じもさせへんぐらいに絡んできたからあガチなんやね。ほんまに警備ありがとうございます。ありがとうございます。ほんまにわざわざこの波にめっちゃ可愛いですね。いやほんまにめちゃくちゃ可愛い。俺びっくりした。ほんまそう。同性とは思われへん。どう生まれたらこうなるんかな。どの違い？え？なんかやってたんすか？ダンス。そう。めっちゃダンス上手いんですよ。マジ？去年まであの K-POP のなんか練習生的な感じで。へすごいよね。うわアパレル買ってなかった。そっちか。職業的に仕掛ける。一個言っていいですか？アパレル着てないよ。一番俺が着てないよ。何一つ着てない。俺今日だから洗車の日やからさ。もう汚れても衣服で着てるわ。確かに確かに。あまあまあ。したくないな。そこから靴とか、ここからぶら下げてる。
ックダンサーするんだよ。どういうこと？リそんなことリアクション爆発させんといて今すごっ、はい、わすごすぎるやん、まあ、それすごい低かったなこれ KP ちゃん含めて5人で1ヶ月前から念入りに企画したから、うん、ちょっとできたのかなっていう KP ちゃんだけあげようなんで今回で分かったことは前の動画でも出てましたけどミルクは基本的にあのドッキリとかサプライズとか、うん、あの騙されやすいなるほど純粋なんで疑いゼロやあの朝倉未来はめちゃめちゃ疑うけど、はい、俺は純粋やから、いやまあ、なんか勘が鋭いところもあるけど逆にちょっとあのピュアなところもあるから疑わんっていうか人を疑わんだよね多分あいいことですねそれは、まあ、一つ言わしまっていい、はい、お前疑うよはい、まあ、ということでね、はい、今回は講義会になりましたケイピさんもありがとうございます、はい、ありがとうございますね、じゃあここで今日は終わりです。なんか締めてもらっていいですか？締めてもらっていい、はい、宣伝とかあったらぜひ。あ、まあ宣伝なんか。まあぜひ応援してください。はい、ありがとうございます。アパレル買ってね。買ってね。バイバーイ。力はセミナーで寄り添ってマスクなしの笑顔を取り戻せ OK 切って落とされた器具だ言葉取り除くコロナどうせなんて言わないでネガティブになったって仕方がねえ OK 切って落とされた器具だ言葉取り除くコロナどうせなんて言わないでネガティブ吹き飛ばしてこの先へ